絶対遅れないでって言ってるんだってば。うわ、聞きましたか奥さん。この人の頭は3歩も歩かずに全てを忘れてしまうスーパー鳥頭ですよ。さては寝てやがりましたね。うわ、こんな不景じゃ入学式に来てもらっても意味。よろしい。隣だからいつもより5分くらい早く出ればいいよね。厳しい？じゃあ10分くらいか。うんうん。蓮見坂って自転車で下れば楽かも。押していけばいいじゃない。寝る間に疲労済み。見てな。じゃあおやすみ。絶対遅れないでね。ただいま。ただいま。待ちるよ。ちゃったかしら。残念。せっかく入学祝いのケーキを買ってきたのに。そうだな。ああ、明日は直樹に行ってもらうんだっけ。すまんな。本当は私が行ければよかったんだけどね。
よろしく頼むよ。写真もね。あの子、多分嫌がるから、バレないようにね。寝ぼけてる場合じゃないよ。父兄が遅刻しちゃまずいでしょ。